おい、渡辺君、ごめん。いや、お疲れ様です、お疲れ様です。おい、お疲れ、お疲れ。ごめんね。おお、それぞれ。お疲れ様です。おい、おい、久しぶり。いや、お疲れ様です。お疲れ、お疲れ。元気してました。お元気、元気。もうめっちゃ元気だよ。まだ演技してはるって聞いてるんですけど。うん、やってる、やってる、やってる。あ、もうそれは、あれやからね。あの、俺の天職みたいなもんやから。うん。いや、もう、そうですよね。そうそうそう。まあ、この間もまた、舞台出させてもらったからね。本当ですか。うん。いや、でもなんかこう、なんか言いたいことあんねんみたいなこと言われるから。うん、そうそう。ごめんな。演技の話じゃないですよね。違う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 。演技ちゃう。なんか、すっごいあれ、なんか、なんか痛そうな顔してますね。なんすか。なんかいいことあったんすか。いや、まあ、いいことになんのかな。いや、俺、はあ、いや、まあな、はいはい、まあ今タイムやから言うてもええねんけど、はい、まあ信じるかどうかやねんけどな。まあ言うで、はい、天狗みたい。え？天狗みたい。え？天狗みたい。天狗。天狗、天狗っすか？おう、天狗や。え、まずそんなこと言ってるんですか？な、絶対そうくる。いやいや、まあまあまあ。天狗ってあれですよね。天狗や。日本の妖怪みたいなやつですね。そうそうそう、みたいなんじゃん。妖怪。うちのとこでっかい木あんねん、はい、ベランダのとこな、はい、そこの木になんか乗っかっとんねん、はい、これなんやろ思ってな、俺も、はい、これよー見てたよ、これ赤いねや、赤い、ほうほうほう、な最初俺も なんか思ったよ、はい、でもなんかなんやろな思ってバージーっと見とったよ、俺枝とかちょっと邪魔やからさ、はい、ほらそれが風吹いたんや、はい、ほらその枝がふーってこうなった時に、はい、顔バッチし下駄履いた天狗や、ションベンしとって、墨の絵ってことですよ、うん、ションベンしとってタッチションや、天狗のタッチションや、いやいや天狗タッチションするんですか、しとっ しとって、いや天狗がしないでしょ、違うね、おっさんでしょ、違うね、木の上やで、はいはいはい、ほんでその木の下な、はい、わーっと、いやタッチションするやったら木の下でやった方がいいんじゃないですかそれ、いや天狗って知ってる自分、いやもうあの陸地歩いてると思ってんの天狗、いやまあそれは天狗で飛ぶねんで、そっからの人、そっからそう怒られてもそんな、いや天狗とかって基本やろ、いや普通見ないですし、見ないじゃないですか、まあまあ硬いな、なんか硬いとかじゃなくて、いや俺ちょなんか残念やほんま、そういうことじゃない、でもこっちもねこう時間作ってこうなんかすっごいことあったから来てくれって言ってこう言って、いやほら高速代が欲しいって言ってんの、いやいやそうじゃないですけど、でもこの感動を俺岩谷君と分かち合いたいと思って今日は読んだんや、いやわざわざでも名古屋から来るような用事じゃないじゃないですか、えなんそれがそれを伝えたいために僕読んだんですか、うん、なんでそんなことのために呼ばれないといけないですか、アホやな、俺もう今むっちゃおもろいわ、なんでかわかる、いやもうわかんないですよ、もうちょっと呆れてますもんこっち、やろ、はい、これ見たら自分びっくりすんで、なんなんすか、なんなんすか、見たい、いやいやもう あえて見たくないですわ、なんもないでしょだって、じゃああるよ、見たい、はい、見たいっていうやったら見したろ、いやいやいや見せたいんでしょまず、まあ見せたいっていうかこう岩谷くんやから見せたろうかな思ってんね、見ようや、いや見せたいんでしょ、でも見せたいに見せたい、それやったらすごいやってほしいですよ、はい、見る見る、いやいやそれで見ますよ、ちょっと待って、何なんですか、あったあった、ちょっと行くで、はい、ちぇ天狗の花や、花や、マジっすか、マジや、天狗の花や、え、いや、僕ちょっと初めて見るんで。やろ？はい。すごない？見てこれ。もうそれ天狗の花やったらめちゃくちゃすごいですけど。天狗の花やよ。いや、まずどうしたんですか、それ。
おったんや。天狗の花おったってん。おったって。天狗でなくてしてた。泣くんすか。うん。鼻握った時な。あれ何やろうな。泣いとったよ天狗。せやけど俺も興奮してるやろ。思いっきりもう思い出って。ごめん言うて。って言ってた。マジっすか。せやけど思いっきり握ったって俺。思いっきり。バーン行ったって俺。むちゃしますね。むっちゃやったって俺。ほら天狗お前バー飛んでって。むちゃしますね。いやもうな悪いことしたと思ったけどもうテンション上がりまくってもん。いやそう上がりますよ。いやそんなん見せられたらもうやろう触ってみたい。いや触りたいですし。やろう。いやそうほんとポキーいったんすか。ちょっと触ってみていいですか。すごいっすねこれ。すごいやろ。な。いやすごいっすね。すげえやろこれ。すごいやろ。いやもう触ったことない感触やから。やろ。いやすごいわ。やろ。これ。すごい。やっちゃうんすかやっぱそうやって。もうやってまう。あと時たまもうこれ飽きた時とか。はい、天狗の鼻で飽きるとかあるんすか。飽きんねん。もうやっぱずっと家でこんなんしててもさ結構ここ俺筋肉痛になったやん第一関節のとこ。これな。はい。匂ってみ。めっちゃいい匂いするやろ。すごいっすねこれ。あのこれめっちゃやる気だねこれ。元気も出るし。やばいんちゃいます。いやもう疲れてる時俺だから家帰ってヘトヘトなんて帰ってくるやんか。はい。俺もうしんどいわってなってる時もう今玄関置いてんねん俺。これ玄関置いてこれ速攻に置いて、はい、わーええ匂いやほらむっちゃ元気なのね疲れ取れんねんこれその後にこうやってやばいっすよやばないとか小笠さんそれやばいですってめっちゃテンション上がんねん俺時たま俺もう最近風呂入るときになはいもうこれ風呂なんかつけとくやろはいこれが使ってたらめっちゃ体温まんねんいやこれやばいですっていやそんなことない大丈夫ずっとやってるんでしょそれうん匂い嗅いで、うん、もうむっちゃくせえこれ俺これなんて生きていかないよ多分それぐらいハマんねんいや小笠さんそれやばいですちょっと貸してください、うん、何いやこれほんまにもうあっちょっ何すんねん小笠さんもう行きますよちょっとあかんて行きますおいいやもうダメですっておいいやもう危ないですちょっと危ないっておいちょっとおいおいおい！いやー危なかった。小笠さん、危ないですか？え？いやー不思議な体験でした、ね。マジで？